するしない？まあでも年収別にいいけどね、いいけど少ないと思う。まあだから今年から増える予定です。貯金いくらなの？貯金いくら、ああさっきその話してたね。はあ、貯金はそうね、例えば、あ、じゃあ分かった、車を、うん、まあ背伸びせずに買えるぐらいの貯金ぐらい。ワゴン R、 俺ワゴン R いくらか知らんわ。プリウス買えないでしょ。でプリウスがいくらか知らない、俺車興味ないからさ。なんで車に例えたんだなんでだ。そういえばそう、いやイメージあるじゃん、なんか高い車は1000万ぐらいで、うん、まあ国産で別にそんなねファミリー乗り回すだったら100、200ぐらいで買えるでしょみたいなイメージ。ベンツは買えないけどファミリアは買えるかなみたいな。ファミリアがいくらかもしれないんだけど何この例え、無意味。そっか、いやだからガッガッて言うのも面白いでしょ。なんでそんな下手なの、例え。そっか、確か例え下手だった。全部下手だったよ。やっぱ普段から例えてないからね。そうだよ。何の話がいいかな。村上さんって女性の話も結構聞いてるし、普段も。まあ、アイコには言ってるけど。いや、放送でも言ってるじゃないですか。彼女できたら彼女できたって言うし。それ多分フリースタイルジャンジョンだけでしょ。元嫁の話も。元嫁の話はね、求められるんですよ。わーってくれるし。あの、土屋アナウンサーが大好きなんですよ、元嫁の話が。面白くて。うん、面白いですよね。それでモンドで広まっちゃう。で、一回、モンドで、まあ、元嫁はもうあの選択しないわとか、うん、すぐ俺追い出すとかいう話をしてたら、うん、まあ元嫁なんか絶対モンドとか見てないんだけど、うん、なしたらなんか幼稚園のママ友がなんか旦那があなたの悪い口いっぱい言ってたよとか言って告げ口しちゃって、それで一回怒られましたね。でもそれは 100% 村上さんが悪いと思う、うん、そっか、まあいいや、別に。そうだよね、それが離婚の原因じゃないしね、うん、まあそうだね、うん、波乱万丈ですね。そう、でもマーちゃんはかなりうまくいってる。まあ二十何年目ですか。22期だから22年目じゃないかい。2年目、うん、多分ね。でこの立ち位置、うん、結果は素晴らしいです。あ、もちろんもちろん。まあなんていうか、今後の目標って何ですか。なんだろうね、でももともとなんかプロ入りしてマージャンが、その自分のマージャンがどこまで通用するのかなみたいな感じで、あれ通用したぞと、あれこれちょっと俺頑張ったら頂点目指せんじゃないか、頂点、目標は頂点。頂点って何を指すんですか。なんだろうね、麻雀界の頂点ってなんだろうね。分かんないから聞きました、ね、うん、俺も分かんない。分かんないって言った。分かんない、俺も分かんない、分かんない。麻雀王みたいなやつ、海賊王にみたいなやつでしょ。そうだからルフィで例えるとそれだよね。でも分かんないよね。歴史に名を残したいってことですか。まあそうだよね。なんかてか誰もが、麻雀界最強村上じゃねみたいなノリになったらいいなみたいなね。あのコメントに村上最弱最弱って書かれてるようではもうダメだけどRTG の時ですか、負けてるけど、でもまあ誰もがそう言うとか、なんかやっぱ今まで麻雀プロが成し遂げてないね、やつなんか。例えば何ですか。麻雀プロが成し遂げてないものって何ですか。なんだろうね、僕なんだろう、なんもねえか。別に。なんだろう、麻雀プロが成し遂げてないこと。国民栄誉賞じゃない。あ、麻雀プロとして。そう、絶対見たいと思うけど。でもね、羽生さんが取ったからね、わかんないよね。可能性ゼロじゃないでしょ。村上さんが生きてる間にできるかどうかですね。まあ、大体無理だよね。多分、早死にするし。まあ、厳しそうですね。ね、うん、まあ、国民栄誉賞はなんか、人でも救わなきゃ無理だ。それだ、俺が犠牲になって隕石を求めるとかあれば国民栄誉賞になるかもしれないね。栄誉どころじゃないですけどね、それに。ん、隕石止められないですもん、だって。いや、わかんないじゃん、なんかそういう機械に乗り込んでさ。麻雀で国民栄誉ってかなりすごいっていうか難しいですね。だタイトル10個取って何の、うん、どれ全部衛星になっても厳しいかもしれない。まあそうだね、多分、うん、ただ今これからほら M リーグっていうのがね、うん、始まったらなんかいろいろ変わってくるかもしれないじゃん。まあなんかその夢だけは大きく。国民栄誉賞言い過ぎたね、ちょっと今やわらちゃんのノリで言っちゃった。しかもアニメの方例えがピンとこねえんだよ、さっきから。年がだいぶ違うからな。世代が違うんだよ、そうそうそう、世代が。村上さんに聞きたいこと、はあ、もうないんだよな。そう、もともとなんか結構さ、村上さんに会うかもうあんまり、もう知りすぎてあんまり興味ないじゃん。そうなんですよね。
じゃあ俺呼ぶなって話だよね。いやでもね、ファンが求めてるんですよ。あのだって見ました、匠のあのリッチ最強みたいな、リッチ大好きみたいな本、めちゃくちゃ好き、めちゃくちゃ応募来てましたよ。やった、どれが来たの？250ぐらい来てまして、で私なんかリツイートキャンペーンで、うんうん、ボールペンと T シャツと対局する権利っていうすごい大盤振る舞いしたんですけど、はいはい、そっちよりも村上さんのあの数年前のなんかリッチ大好きみたいな本の方が応募が多くて、今正直ちょっといや慣れてますもんね。そうかそうか、全然リッチ大好きないじゃないですよ。これこれ、いやこれでも宣伝してももう売ってないんですよ、ね、絶版だから、これアイコ持ってるもん、うん、だってこれ最高線の人にはね、うん、結構売ったからね、パワハラ使って。いやこれ結構ね、あの身内からも評判良かったんですよ。やった、まあ、ただ今こんなに宣伝してもらってもまるでだから意味ないんだけど、ね、そうそうそう、まるで意味ない。でももう次の本出すんでしょ。どうなんだろうね、聞きましたよ、お話だけは聞けるけど、うん、でも全然まだスタートもしてない。次本出すってなったら何どうするんですか。いやなんかそのちょうどするしないがめちゃめちゃ好評だったから、読みの話をしようって。そうそう、するしないのおかげでそれ本決まったらうちらにもなんか入りますよね。いや一応するしないやる前からお話されてたんで、あれをあれを見たその編集の方がだからすごい良かったんで、ああいう読みの話にしましょうか。あれ日向が企画したんですって言いました。あ、それで言っとくね。じゃあで日向さんに、日向さん本出したいです。あ、そっちが本出したいの。一回ぐらい本出したいですよね。あ、本当？絵本かなんか書きます。絵本がいいんじゃない。ね、先日とか今さら一品分がみたいな話が書きますよ。そうそうそう、なんかね、もう麻雀本も出尽くしてるじゃない、正直、うんうん、でみんな内容に似たり寄ったりとは言わないけど、じゃあその、あの本の方も、うん、匠は見てくださってるってことでしょ。そう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 、うん、やっぱ匠すげえんだな。そうで、しかも、まあ、なんて言うんだろう、アベマとかでね、うん、僕の麻雀を見てくれてる人って、うん、とりあえず村上さん何も考えずにリーチしてるんでしょって思ってる人が多かったらしく、やだ、あれによって、うん、あ、そんなことないんだなと。全然そんなことないじゃん。そうそう、でもそんなことないに決まってるんですよ。そうじゃないから、みんな本当にリーチで勝てることになっちゃうから。ちゃんとあれ言うんだろ。そう、なんかアホ面すんだ。そういうことでしょ。いやだから、もし相手の手配を、うん、リーチしたら最後意味ないじゃん。だって闇点もありましたもんね。闇点ちゃんと、なんだ、いやいやいや、それだからちゃんと親が高いことを見切ったら、そう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 、高くてテンパってる可能性が高いって言ってたじゃん。なんそういうのをちゃんと伝えられたから非常に俺も助かった。あれで、あ、村上何も考えてないわけじゃねえんだってことがちゃんと皆さんに伝わったから、うん、とっても良かったです、うん、そうというか、そもそもがその僕の力って、まあ、シンプルではあるじゃない、うんうん、シンプルだからこそどこで差がつくかって読みの部分しかないんですよ。だってやってることは麻雀覚えたての人とそんな変わんないわけじゃない、うんうん、あの持ってくるつもり持ってくる、何残した方がいいですよみたいなことですよね。まあだからここだけ見たらね、だからここだけ見てこれをちゃんと最短でリーチまでやれば勝てるって言うんだったら、そもそももうみんなそれを真似してるし、うんうん、それをやるわけだ。でもそれは要は村上さんの力だって何気にいないんです、あんまり。そのなんていうんだろう、ちょっと言い方が初心者だほうじゃないけど、要するにもっとかっこいい名もあるね。だから中手なり、手なり手なりではないけどね、だいぶ手なりじゃないんだけど、まあ要は何だほうだ、まあ、だからリーチできるときはリーチ、リーチできないときはベタ折りみたいな、うん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 、簡単に言えば、うんうん、っていうその中間点のさばきをあんまりやらないのを、まあ別にじゃあ真似すればいいじゃないですか。みんなその本当に勝ちたくて村上の打ち方が楽でいいよねってよく言われるんですよ。いやだからそれをいつも反論するんですよ、うん、でだからじゃあやればいいじゃん、ないしみたいな、ていうかじゃあやれ、俺と同じようにやればいいじゃん、うん、でもできないし多分負けますよ、俺みたいには勝てない、なぜなら読めてないからっていう話になるわけですよ。そこを今回ちゃんと伝わったのは嬉しいなっていうのはありますよね。そうだって勉強会とかやる意味ないじゃん、そしたらね、あのここだけやってたらさ、うん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 、そもそもが読めてれば多分どんな打ち方でも強いと思うんだけど、だから多分だけど、そのじゃあリッチが大好きでもチーポン大好きでも、あの結局読めてる量が多くないと上にはいけないよっていう話だ。まあちょっとは伝わったんじゃないかしら、うん、あれはすごかったです、ね、好評でした、うんうんうん、でもなんか次にオファーかけたりする人が、うんうん、震えちゃって。そんなことはないでしょ別に、本当に。まあただもちろん俺は結構極端に序盤からその全てネットやつもぎり見てなんか推理するっていうのをもう20年ぐらい前からずっとやってるから、うん、まあいう風になっちゃったけど、もうちょっと走る人が今多分多いよね、まあ、そこにはそこにその能力を使うのは損だという、まあ正直言うと確かに1個ネタやつもぎり間違えたところでその結果にはほぼつながらないし、うん、そこは
あんまり脳みそ使わずに、例えばだから手足とかも多発落としとかトイツ落としとかだけ見るとかいう人もいるかもしれないし、うんうん、でもそれで太極拳でめっちゃ強い人もいっぱいいるから、必ずしもそのね、太極拳で強い人ってどういう説明するんですかね。いやだからなんだろうな、そのまあ羽生さんはよくおっしゃってますけど、まあ、直感はほぼ正しいんですよ、その今までやってきた直感って。だからそれが正しいっていう理屈で言えば全部直感でもいいってことだよね、うんうんうん、そうそうそう、だからそれで勝って結果が残ってればそれが正解ですもんね。まあうん、そうね、だから結果出たら必ずしも正しいのか分かんないけど、まあ検証してやっぱこっちの山に多かったなとか、やっぱこれもうテンパってたなとか、そういう経験を積めば積むほどその直感は正しいことになるから、まあそれで強い人はいっぱい、でも、うん、俺も多分全く直感ゼロとは思わないね、勝負してて、うんうん、なんか、まあ、絶対ゼロじゃないと思います。そうそうそう、パイの詰まり方はランダムだけど、人には出るじゃない、うんうん、なんこいつやっべえぞみたいなのは当たることはあるじゃん、やっぱりやっべえぞありますからね。やっべえぞはさ、たまになんか今ちょっとこうポンになんか少しこう気合い乗ってたなみたいなのを感じてケアしたらたまたまそこで闇金入ってたみたいなのもなくはないじゃない。あるある、そうそうそう、そういうのってまあ多分ですけど、もう何万回、うんうん、まあその普通のマージャンで言ったら多分6万7万ぐらいの回数打ってるから、そこで全部こうインプットされてればそんなに外れないのかなっていうのはありますよね、うん、そこはだから覚えたばっかりだけど同じぐらいのチャンネルの人と俺だったらちょっとそこは優れてるのかもしれないし、そういったベテラン選手はもっと優れてるかもしれないよね、うん、そういう部分はだ理屈じゃないけど、そうそう、経験、ただ経験則が間違ってる人もいるわけですよ。そうだね、そうそうそう、だからまあこれはだから間違ってないよっていう人もいるかもしれないけど、うん、まあまあそれはどっちもあるよ。まあ簡単に言うとその自分が引いたパイによって次は予測できないっていうのはもう僕は絶対それは正しいと言い張ってるんだけど、でもやっぱ中にはこう3、5ってあって7引いたらこれ6の方が上がれるんだよみたいな、いやそれ関係ねえし、今7引こうが3引こうが一緒だしっていうのは僕の主張だけど、そこを経験則でいやこれは絶対後から引いたパイの方に上がりがあるみたいに言う人もいるわけ。でもその経験それは間違ってるって言い張ってるんね。それがいわゆるデジタルとかとの論争なんだけど、うん、そうそう、でもさっきの話っていうのは違くて、うんうんうん、そう次にどんなパイが来るかは経験則では分かんないけど、はい、相手の手配とか、うんうん、そうそうそう、そう、そういうのは結構経験則が使えるかなという話、うんうん、分かりやすい、分かりやすいでしょ。すっごい真面目じゃんやっぱり結局。いやいや、麻雀話したから、あなたが麻雀になったら真面目、麻雀になったら真面目になっちゃうか、そう、そうでしょ、麻雀ふざけてやったら俺終わりでしょ、何も残りません、ね、何もないよね、何もない、ギターも話しちゃったし何もない、何も残んない、そうそう、うん、あでもこの真面目な麻雀の話だったら、うん、多分5時間ぐらい喋れるから、うん、ちょっと声かすれてっけど、いやもともと今日ちょっと鼻詰まってる、鼻詰まってるけど、親知らず抜いたんですよね、親知らず抜いた、痛かった、なんかね抜けづらかったね、いいのか急にそうなんなんか抜けづらくてさ、あの最初ね大学病院、あ、まあ、まず最初町の病院でね昔、うん、抜こうとしたことがあるの、はい、女の先生だったので、麻酔かけるじゃん、抜こうとするじゃん、引っ張ってもしても全然抜けなくて、で麻酔かかってるからなんかそのこういう時の痛みはないんだけど、こうガーって押したりガー引っ張った時にいろいろこう周りがさ痛い、すげえ痛いの、痛い、痛いけど我慢したんだよね、歯抜くってこんな痛いんだと思いながら我慢したんだけど、結果40分ぐらいこうやって抜けなかったんですよ、ちょぼちょぼしてるだけなんだ。で最終的にはあのちょっと招待状か紹介状書くんで、なんかでっかいとこで抜いてもらってくださいごめんなさいみたいになって、ゾーンと思って、でもそれが今のチャレンジになって、それはね前、そう前やった時になって、うん、でもあんな痛いならもう抜きたくないなと思っちゃって放置したら普通に歯が痛くなってきちゃったからやべえってなって、その新たに招待状紹介状を書いてもらって大学病院行ったっすよ。で大学病院でさ、なんかみんな学生さんみたいな人がいっぱいいるんだよね、うん、わかる、 あの今から今後将来輝いていく若手たちが、まあ、みんな将来ね、はい、善と有望なキラキラした子たちがいっぱいいるんだけど、うん、で僕の担当の先生もなんか20歳よりちょっと上ぐらいかなみたいな子だったの、うん、学生上がりみたいな、まあそうわかんないけど本当のもうねだいぶ、まあ、ベテランのことはあれ半分ぐらい、まあ、すごい若い子だったの、うん、でいざ抜くじゃないですか。でその子が一生懸命やってんだけど、また全然なんか抜ける気配がないわけで、おかしいなと思って、俺もちょっとなんか大学病院来たけど一緒じゃんやってることと思ってもっとなんかこうなんだろう、歯茎切って、ね、切るとかスポッて やるもんだと思ったのに、オペしてくれよ、またグリ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 やって全然抜けないから、おかしいなと思ってたんだけど、でもまた痛いわけ、うん、でこれもこのまま続くのすげえ辛いと思ったら、いつの間にか先生変わってて交代した
え、それは次は誰なの？なんかちょっとおっちゃんになってる。ベテラン。そう。で、なんか機械使ってガリ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 とかやり始めて、最初からやってくれよと思って。最初の痛いの返してくれと思って。で、結局40分ぐらいで、もうなんか結局なんか抜いたんだけど、歯が粉々っていうか、うん、スポッて抜けるものだと思ったんだけど、やっぱ食い込みすぎてて、ドリルですね。なんかでいろいろ削ったり切ったりして、歯がなんか5、6個に分かれて、ちゃんと綺麗に抜けました。パズルみたいに。綺麗じゃないなと思ったけど。そう、パズルみたいになった最後。組み立てた？組み立てない。汚らしいし。そんな感じよ。だからすごい痛くて、うん、で、次の日からすげえ腫れたし、うん、見たっしょ。いや、すごい腫れてたんですよ。ちょうど。腫れてて。息の時なんだけど。でも、なんかそれを見たカメラマンの人が、全然腫れてるか分かんないし、顔がもともとパンパンマンだから。だけど、左右違うから分かるよね。違うんだけど、見た人が、いつもと変わんないっすねって言われてますよ。ね、今は傷つきます。そう、今はなんかやっと腫れ引いたね。うん、でも昨日ぐらいまで結構腫れてたんだよね。ここがぷっくらしてたんですよね。ここがなんかここにちょっとそうこうなってた。そうそうそう、今は大丈夫。うん、よかったです。もう痛くないですか？まだ痛い。なんか今ね、あのこの唇のとこが痛いでね、あのずーっとあーって開けてたから切れちゃってて、ここが痛いの。あと中はあんまり痛くなかった。痛いの？そうですか。どこですかって聞いたのあなたよ。いや、まあそんな可愛い返し来ると思わなかった。そうか、はい、はい、親知らずに来ましたって話ね、今ね。私も親知らず生えててした。下は痛いらしいんですよ。下でした、私。ですよね、うん、それを抜く勇気がまだ私持てなくて。確かに。歯医者さんが、あの知り合いのところが来てください、はいはい、ちょっと待ってくださいっていうの、今こう。でも痛くないんでしょ？いや、痛い。あ、痛くない。今痛くないです。痛くないけど、今後この子たちを受け止めて生きていくわけにもいかないから、どこかで。へー。そう、さよならした方が。やっぱ虫歯になりやすいし。あ、そうなんだ、うん、ちょっと腫れてんじゃん。ちょっと、デブのが出ない。痛いよ、ちょっと。すいません、暴力です。はい、暴力が一番良くないぞ。ずんたん最近映画めちゃくちゃ見てません？なんか、まあそれはあれじゃないですか、ちょっといろいろあって今いろいろ仕事を減らしてる最中なんで、何気に時間があるんですよ。そうそうそう。で、今まではもう家では、クビになったんでしたっけ？クビになってない。今までは家では、だから結構外にいることが多いから、家では麻雀の動画をもう見ようと、うん、だからもうドラマとか全部やめて、なんかもともとドラマ大好きなんですよ。そう、なんかもう女子っぽいよ ね。で、ドラマも大好きだし、まあ、バラエティも好きなんだけど、まあ、バラエティはね、結構俺解説の役に立つかなと思って。あ、立ちますよね。だからバラエティとかトーク番組って、そうそう、ニュースとね、見続けてるんだけど、ドラマはなんか何の役にも立たない。まあ、演技するかもしれないしね。しねえな。国民栄誉賞取るときにはもう演技にするかもしれない。多分ドラマって自分が楽しいのと、ちょっと合コン行って話題についていけるとか、そういうレベルじゃん。合コンも行かねえか、キャバクラにしようか。僕が行って若い子に今このドラマ何見てる、あ、これいいよねっていう会話のためだけじゃん、多分。だから自分が楽しいっていうのはもうやめようと、うんうん、で麻雀の動画ばっかり見てたんだけど、もう麻雀の動画見てもちょっと時間が出てきた。お、これはと思って、映画だ。1年以上ぶりに伝えやんって、期限切れてたからね、カードに。それでなんか何でも喋ってくれる、うん、伝えぐらいいいでしょ別に。いや、いいよいいよいいよ。あ、ダメだったって。でも最近万引き家族見て、あ、そうそうそう、話題で最高位戦1時間喋っちゃった。そんなに喋ったっけ？1時間経って待って、だって愛なんかさ、もうすごかったよ。あ、そうだ、なんか言い出して、そうそう、から2時間お会計って言った客が2時間居続けるんですよ。ハイボール2杯ぐらいでずっと。それどこの話？あ、あれか、あ、はいはいはい、もう店員さん何回もお皿下げるふりして帰ってくれみたいなアピールしてたもん。園田健って男が、いや、村上純子ですよ。あ、そう、うん、じゃあ俺はただそのドラマ、あと二月刑事だと思って、映画、そうだね、うん、映画面白かったって言ったら、そっから何か何があって、そうそうそう、万引き家族について。万引き家族についてじゃない。いや、万引き家族でしたよ。あ、そう、うん、だからそれがどこからが悪なのかっていう。そうそうそう、だからどっちかっていうと時代で、万引き家族がきっかけで、法律とは何ぞや、そうそうそう、悪とは何ぞやみたいな。いや、いや、それよりも駅伝勝ってくれよしか思わないですけど、日向は、うん、そうそうだね、もうほんとそれで最高さも熱く、うん、ね、ね、当たったんだよね。ただ多分新津清志、園田家、村上純、内容を、その内容のちょびっとも覚えてないと思う。だって俺多分そのトークしたことは覚えてるけど、え、覚えてないの？そのトークをしたよ。だけど俺が何を熱く語ったのに、みんな俺が何を何も覚えてないの？
これは多分じゃあアイコだけシラフのアイコだけが後でそうすごいアイコしんみり考えて一回万引き家族やっぱ見るべきかなとか言って思って帰って、うん、なんかあれは考えさせられるいい映画だったね。だからハッピーエンドじゃないけどね。そうなんですよね、うん、だから それも含めて、うん、見るべきかなとか思ってだってパルムドールだよ。マージャンカンヌ国際映画賞は万引き家族も見なきゃいけないのかなみたいな。いやだからあれ早く帰ったんですよ。あの大人たちがあんなに熱く語るから。あれはなんか万引き家族について語ったんじゃないから、ね、最後の代表の言葉が、うん、万引きと窃盗の違いってなんだよって言ってた言ってた。え大丈夫結局結論そのしかもそれは違いは何なのかな。代表がそれを言いながら道端で、うんね、あのタクシー乗り込むみたいなね。そうそうそう言ってたでタクシーでブーンって言ったんですけどね。そうそうそう。すごいあれで熱く語ったの。最高線って言ったんだろ。まあいいのかあれは。ました。あれはいいのか分かんないけど、うん、まあだからほら結構さ法律あ悪法もいっぱいあるじゃないですか、うん、っていう話をしたんだもんね、うん、多分。さあというわけで村上さんいろいろお話聞かせてくださってありがとうございました。突然終わるんだね。いえいえこちらこそすごい今日は楽しかったです。ありがとうございました。いえいえこちらこそ。またお会いできる日を楽しみにしています。え、ここでってこと？ここのこのコーナーで？いや、こうあの人として会う人としては会うな、多分楽しみにしております。いや、ここに呼んでください、ぜひ。匠が好評だったんだね。村上純シリーズで当分行ってもいいんじゃないかぐらいの。よし。てかね、あんだけね、丁寧に読んであって雰囲気で、しかも喋りが面白いっていうのはあのローテーション早いし、多分やった、うん、じゃあもう全然。でもあの朝ピンも出してくださいって。まあ朝ピンも相当読めそうだね。でも向こうから出してくださいって言われた人に対してギャラっていります？いらないです。いらないですよ。いや朝ピン特にいらないです。いらないですよ。大丈夫です、うん、まだあの後輩ペーペーなんで。結構ね出してくださいって言う人多いですよ。あすごいね。じゃあやっぱみんなもう視聴者数がねもっともっと増えてほしいよね、うん、そしたらね皆さん本当によろしくお願いします。広告が流れてるんですよ。へー、てか俺そのいつもなんだっけツイッターでチャンネル登録されてますよね。してんじゃない？分かんないけど絶対してないですよね。分かんない。やってても見れるの？ツイッターでポチってあるじゃん。それはみんなチャンネル登録してなくても見れるんですよ。マジか、うん、後でじゃあ携帯いじって。国民です。うん、後で携帯いじってくれる？大人たちがやってくれます。ちなみにひなたはまだチャンネル登録してないんです。やり方わかんない。そう、それよ。別にお金がどうするか分かんないんで、分かんない。なんかね、YouTube をクリックしか能力ないんだよね。そうそうそう。だから一生懸命貢献はしてるの。たくみとかひたすらアイコンして、見て、うちの家で、トータルで、多分ね、もうね、同じやつをね、20回以上絶対見てるの。勉強も含めて。あ、はいはいはい。だって、すごい内容がいいから。うんうん、なのに、チャンネル登録はまずちょっと。あ、ひどくないですか？でもわかんない。村上純。俺はもしかしたら登録してるかもしれない。してないです。あ、そう。絶対してないです。あ、そうか。うん。うん、まあね。でも必ず引用リツイートはしてるよ、ちゃんと。偉い、そう。それが偉いよね。いい子ですね。いえいえ。もっとね。村上さん、今日本当に。あ、もう終わる。時間か。なんかすごいあの楽しくて、時間を忘れて。待ち合わせの時間だ。そうなんです。もう時間なんで、そろそろあの開きとなるんですけど、最後に、なんか言いたいことあったら好きに使ってください。はい。番組をご覧の皆様に。1名様にこの本をプレゼントしちゃいます。宛先はあ、ね、さっき連中だじゃん。そうそう、あのコメントでね、あのこの本欲しいよ、村上も欲しい、リッチも欲しい、くれ、しね、など、好き、好き、愛してる、そう、大好き、誤解タイプ点滅とかね、わかんない。でもなんかどういうのやったらダメだもそっか、なんでちゃんとできないの。そうだね、番組をご覧の皆様に、1名様にこの本をプレゼントします。欲しい欲しいっていうコメント書いてくれればどなたかに行きますので、書いてください。よろしくお願いします。いいのかな。ファンの皆さんに一言。はい、うん、麻雀王に俺はなる。村上純でした。動画が視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。イエイイエイ、グー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 ツイッターもお話しください。またお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。